にちは、カレンです。9月2日販売のユニクロイネスコラボをプレスルームにて見てまいりました。秋冬はユニフォームをテーマに様々なテイストのアイテムや遊び心のあるニットなどが登場です。その中でも特に気になるアイテムを今日はご紹介していきます。スタート。まず着用しているコーデからご紹介です。ツイードジャケット、おなじみのイネスらしいツイードが今季も可愛いです。生地が軽く柔らかくアップデートしていて使いやすそうです。ボディラインに沿ったシルエットで女性らしさもあって、シンプルコーデのアクセントにも冬はアウターの下にも合わせられそうです。ウールワイドパンツ、センタープリーツ入りで適度に立体的でシルエットが綺麗なワイドパンツです。こっちもアップデートされた軽くて柔らかいツイード生地で履き心地もいいです。ウール 100% であったかいです。中に着てるシャツはコットンフリルシャツ、軽やかで適度に透けもある素材で今からでもすぐに取り入れられるシャツです。1枚はもちろんトップスやアウターのレイヤードで活かせそうなおすすめです。ベレー帽も空張りが可愛く、ウール 100% であったかくてしっかり形も良くて高見えです。カラーもシルエットも可愛いピーコート、着込んでも大丈夫なゆったりしたサイジングに丸みのある襟がポイントです。絶妙な丈感でいろんなコーデに合わせやすそうです。チェスターコート、こちらもゆったりめで大人っぽく美しいシルエットのチェスターコートです。ダブルフェイス素材で着心地は柔らかく動きがあって素敵です。パデットシャツジャケット、裏はキルティングで軽く適度に空気感のあるパデットジャケットもコーデのアクセントにめちゃくちゃ可愛いです。丸みのあるシルエットにいい存在感があって色や柄にも悩みどころです。これも可愛いなと思ってたニットです。カラーブロック、クルーセーター、秋を感じる配色がツボで1枚でもアウターから覗かせても存在感があって注目してます。ふわふわで触り心地もいいです。シルクオープンカラーブラウス、しなやかなシルク 100% の素材でとろみとリラックス感がたっぷりな1枚です。シーズンレスで使えそうです。アウターに続きチェックや柄シャツ、ワンピースのバリエーションも豊富です。秋シーズンのワンアクセントに可愛い一枚を見つけたいです。シャツワンピースにレイヤードが一押しのふわふわニットジャケットも着心地抜群で、ゆるっと柔らかい素材が可愛いです。絶対使えるであろうカシミヤクルーネックセーターはカシミヤ 100% の贅沢であったかい一枚、空張りがめっちゃ豊富な5色展開です。今季のテーマに沿ったワークテイストが効いたフランネルチュニック、デザイン性があってサイジングも可愛くお気に入りです。眉を開けて着ても可愛いです。はい、ということで他にもたくさん可愛いものもあるんですけど、私的におすすめかつチェックしておきたいアイテムのご紹介でした。これからの秋シーズンのお買い物に向けて参考にしていただけると幸いです。バイバーイ。